はい、こんにちは。フォトショッパーの塚本武之です。今回はですね、ちょっと神戸に来て南京町のですね、ランタンをちょっと撮ってみようかなと思ってきました。フォトショップ教材のですね、レイヤーマスク1から10ですね、かなり、販売しまして、もうちょっと追加で、注文の方をしました。なので、まだ買ってない方はですね、ぜひぜひ、ここにこんな感じで出てますっていうのが出てると思いますので、ぜひですね、ご検討いただければいいかなと思います。結構なボリュームあると思うので、はい、もう見ていただいた方も多いと思いますのでね、すごい良かったんじゃないかなと思います。またね、第3弾も考えてますので、またその時は、告知させていただきます。よろしくお願いいたします。あとですね、フォトショップ教室っていうのもですね、また4月からも、引き続きやっていこうと思っているんですよ。で、なかなかね、お仕事されている方とかっていうのはですね、勉強できないと思うので、もしよかったら教材だけ販売っていうの、教材のみ販売っていうのをやっているので、もしよかったらですね、その辺もですね、できましたら、すげえ風できましたら、連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ライフルの上めっちゃすげえ風なんですけど、はい、じゃあそんなこんなでちょっと行ってきたいと思います。勝見堂さん寄ってね、ちょっとカメラ見て、それから行きます。じゃあ行ってきます。ゴミゴミしてるとこやったので、なかなかこう絵にならなかったんやけど、なんかこうランタンだけ撮りたいなと思って階段登らせていただいて、で撮影しました。で、この画像をですね、今からどうしていくのかっていうところなんですけど、もうこのままでは絵にならないので、エモくぼかしていこうかなと思います。こんな感じで、うん、花粉症でちょっとね、鼻がムズムズしてるんですけど、さらに今回はこの色鉛筆みたいな加工もちょっとこうやってしていこうかなと思います。はい、いろんなね、レタッチがあると思うんですけど、そんなに難しくないレタッチなので、いろんな画像に使えると思いますので、ぜひですね、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。では早速なんですけど、始めていきたいと思います。後ろをぼかして、丸ぼけっぽくするの で背景ぼかしって、被写体を切り抜く必要があるんですよ。からですね、このオブジェクト選択ツールってあるじゃないですか。これで簡単に切り抜いていただいてもいいんですけど、今回みたいに、この線とかですね、こういう細かい線であったりとかっていうのは、やっぱりこのオブジェクト選択ツールでは切れないんですよね。選択しきれないところもあるので、今回はですね、ペンツールを使います。で、引く前にですね、これ確認しといてください。これですね、今回は結構中窓があるので、こういったところとか、こういったところから切り抜かなきゃいけないじゃないですか。なので、この中窓ですね、はい、これ重なる領域の中窓っていうところに設定していただいて、ペンで切っていきたいと思います。じゃあ頑張っていきます。じゃあ外枠は切ることができましたので、では次にですね、中窓を抜いていきたいと思います。はい、じゃあこんな感じでですね、ペンツールで、パスを切っていきました。じゃあ次にですね、一部のパスだけを選んでいる状態なので、画面左側のですね、こちら、パス選択ツールっていうのがあります。矢印の白いやつ。クリックしていただいて、パス選択ツールをクリックしていただいて、で、もうトリミングするみたいに全体的にバーッとドラッグしていただきます。はい、そうするとですね、このように選択された状態になりますので、これをですね、背景をコピーして、はい。で、ここ、
ですね、ランダムの真ん中をですね、右クリックしていただいて、選択範囲を作成。うん。で、まあ、1ピクセルぐらいはぼかしていただいていいと思います。選択範囲を作成することできると思うので、さあ、この状態でですね、まあ、ちょっととりあえず移動ツールに持ち替えて、はい。で、背景のコピーにですね、レイヤーマスク作っておきましょう。さあ、そうするとですね、このように切り抜かれた状態になります。では、背景をぼかしていくんですけど、その前に、背景をですね、コピーします。また。背景コピーして背景をぼかすわけなんですが、この時にですね、背景をそのままぼかしてしまうと、切り抜いたところから、こう、ぼやっと出てしまうんですね。なんていうか、ぼけてしまうと、膨張するじゃないですか。ぼけたら。なので、切り抜いたところから、こう、はみ出してしまうので、それをですね、抑えるために、もう、ここの時点で、このランタンの部分だけを、もう、消しちゃいます。はい。ランタンを消しちゃいますので、背景のコピー2だけにしていただいて、で、ここの、これですね。これをコントロールを押しながらレイヤーマスククリックします。そうするとまた選択範囲ができると思うので、この背景コピー2のところをですね、選んでいる状態で画面上の選択範囲から選択範囲の変更かの中から拡張っていうのを選びます。はい。じゃあ、10ピクセルぐらいでいいと思うんですけど、まあ10ピクセルでやってみましょう。うん。ダメだったらまたやり直しましょう。じゃあ10ピクセルやってもらったら、こうやってちょっと外側に拡張されて、選択範囲ができましたので、この状態で画面上のですね、はい、編集から塗りつぶしいきます。で、これをですね、内容をコンテンツに応じるに変更します。これで OK をします。そうするとランタンが消えると思います。まあ、コンテンツに応じるなんで、まあ、ざっくりと消えたらいいかなと思いますけど。はい、消えましたね。じゃあ、選択範囲は解除しておきます。まあ、このように状態になります。はい。じゃあ、背景のコピーの上の方ですね。これで切り抜いてるので、ちゃんとね。はい、出てくると思います。で、背景のコピー2ってややこしいので、これぼかしレイヤーなんで、ダブルクリックして、ぼかしかなんかにしておきますね。はい。では、これで、ぼかしになりましたね。さあ、というわけで、これをぼかしていこうかなと思います。で、何でぼかすのかというのは、絶対、もう確実にフィールドぼかしの方がいいです。なので、フィールドぼかしを選びます。ただ、ぼかしガウスとかいうのって、最近なぜ使わないのかというと、ノイズまでツロンってなっちゃうじゃないですか。なんで、フィールドぼかしだったら、ノイズを加えることができるので、ここ、ぼかしギャラリーの中のフィールドぼかし行きましょう。はい。さあ、そうすると、まあ、このように、フィールドぼかしのですね、調整項目が出てくると思うので、まあ、どれだけぼかすかっていうのもですね、まあ、見ながらやっていこうかなと思います。とりあえず、30ぐらいで試そうかな。30ぐらいで1回、ちょっと調整してみたいと思います。どうでしょうか。はい、これ30。うん、ふんふん。いいんじゃない?で、次にノイズも加えていきたいので、ノイズっていうのを、まあ、10%で僕はいいかなと思っています。はい。で、もう一つ、今回はちょっとエモく、後ろを丸ボケっぽくしたいので、効果っていうところがありますよね。効果の光のボケっていうのをですね、まずはこの 100% にしてください。だから、このように白い点々点々っていうのができると思うので、これをが丸くボケていくので、どこにその白い点々点を当てたいのかっていうのを決めます。それが光の範囲っていうところです。これですね。はい。で、光の範囲が、外側、下側に行くと、どんどん、白い点々がですね、多くなります。こういう感じで。うん。なので、あんまり多いとね、ちょっとあれなので、そうですね。これぐらい?真ん中ぐらい?あ、ちょっと少ないかな?これぐらい?まあ、これぐらいちょっと多いかもしんないけど、まあ、これぐらいにちょっと設定してみたいと思います。あかんかったらね。あかんかったで。はい、100ぐらい。なんで、光の範囲が、まあ、これが100にして、で、ブラックも100はできへんので、重なり合ってるから。だから、100と99にします。
はい。なんで、シャドウ部分は99で、ハイライト部分は100っていう形で、しときました。さあ、そうするとこのようにですね、点点点点ができると思いますので、これをですね、このぼかしっていうところがあると思うので、これをですね、今さっき 30% やったと思うんですけど、これを思いっきりぐーっと上げていきます。とですね、まあ、このようにぼけていきますね。はい。こんな感じ。こんな感じですかね。で、まあ、この白い部分がちょっといらないなっていうのであれば、後で、まあ、調整はできるようにすることはできるんですけど、またこれちょっとこういう風に落としていけば消えると思うので、これぐらいで出ちゃうね。なので、これぐらいでシャドウ部分調整すれば、ね、簡単に調整できると思うので、さっき100の99って言ったけど、こう110の109。これぐらいでいこうかなと思います。これで、OK を押すだけです。あとぼかしは丸の大きさなので、あと光のボケはちょっと光が強いなっていう場合、白飛びが強いなっていう場合は、じゃあ光が強くて白飛びが多いなっていう場合は、光のボケの部分をですね、落としていただくといいと思いますよ。はい。じゃあこれでですね、OK をします。そうするとですね、まあ、ちょっと変わるかもしれないんですけど、調整ができると思います。はい。まあ、こういう感じで、柔らかく調整することができましたよっていうような状態です。はい。じゃあ、これでですね、割ってもいいんですけど、ちょっとエッジの部分ですね。はい。が、ちょっときついなっていうところもあると思うので、この部分ですね。はい。ぼかしをですね、ちょっと上にサンドイッチさせます。こういう感じで。はい。サンドイッチさせて、で、ぼかしをですね、少し、この、背景のコピーの部分をですね、シフトとオルトを押しながら上に持っていきます。はい。オプションとシフトですね、Mac の方は。持っていきます。はい。そうするとですね、状況は変わらないんですけど、まあ、このような状態になります。で、ここのランタンのエッジをですね、少しだけですけど、柔らかいブラシで塗っていただくと、少しいい感じになりますよ。不透明度は少し落としながら、まあ、このように、シフトを押しながら、ここのムーって言われてもね、ここ。これですね。はい。シフトを押しながらムーを押していただいたら、ブラシが硬くなりますので、こっちですね。上の鍵括弧の方ですね。これを押しながら、シフトを押しながらやっていただくと、こう、柔らかくなるので、この状態でですね、少しこのエッジをですね、こうやって柔らかくしていただくと、ちょっとこう、カメラのあれで滲んだみたいな感じになるので、こういう風に柔らかく調整していただいたらいいかなと思いますね。ちょっとエッジがきつかったらね、こうやって、周りを、なぞっていただくと。で、不透明度は今回は50ぐらい。53でなってますけど、50ぐらいでちょっとやっていただくといい感じになると思いますよ。この辺はちょっとシャッキリしておきましょうか。この辺もいいですね。はい。まあ、こういう感じでですね、調整することができました。ね、少し柔らかくなったと思いますし、いい感じにできたんじゃないかなと思います。まあ、もう少しちょっとこの、もともと暗いので明るくしてもいいかもしれないですけどね、こんぐらいで。うん。と思います。はい。まあ、いいでしょう。はい。じゃあ、次にですね、何をするのかというと、ちょっとこれ、色鉛筆みたいで塗ったみたいなイメージの加工をちょっとしてみようかなと思います。で、フィルターギャラリー使うんですけど、このままね、フィルターギャラリーを使うんだったら、ちょっとですね、取ってつけたみたいなね、絵になってしまいますので、ちょっとですね、レタッチを含めてやっていきたいと思います。じゃあ、とりあえずですね、この、ぼかしのコピーになってると思うんですけど、これですね、コントロールとシフトとオルトと E 押しながら、E ですね。おまとめレイヤー作ります。はい。Mac の方はですね、コマンドと、シフトとオプション押しながら E ですね。はい。まとめたレイヤーができると思います。じゃあ、できましたら、次にですね、何をするのかというと、モノクロにします。で、モノクロにするんですけど、今回はもう白黒の調整レイヤー新規作成からモノクロを使うんではなくて、ニクコレクションのシルバーエクスプロ2を使おうかなと思います。で、ニクコレクションの入れ方に関しては、この右上に載ってると思いますので、まだその動画を見ていただいたらいいかなと思います。じゃあ、ここ画面上のですね、フィルターからですね、このニクコレクションからですね、シルバーエクスプロ2行きましょう。はい。
立ち上げていただきました。このような状態です。真っ黒ですよね。なので、今からレタッチしていきたいと思います。まずは、もうここはですね、触るのは3箇所だけです。スライドして、まずはフィルムタイプを選び、フィルムタイプを選びます。今、ニュートラルになっているので、僕は結構、イルフォードのですね、HP5 プラス400ってやつが結構好きなので、それにします。あら、消えちゃった。はい、これですね。イルフォードの HP5 プラス400ってやつですね。これを選びます。また消えた。はい。じゃあ、こんな感じになりますけど、よう見たら結構ザラザラですよね。まあ、これ ISO 400のフィルムを表現しているのでザラザラなんですけど、今回は、なんていうのかな。色鉛筆っぽく、絵っぽくしたいので、ここ、ザラつきっていうところですね。流浄性っていうところをですね、これもう500%かにしていただいたらつるんとなりますので、こういう感じでやっていただいたらいいと思います。次いきますよ。明るさのところなんですけど、結構暗いですよね。なので、明るさを調整していきたいと思います。で、まあ、明るさを少し上げます。暗いので上げます。上げたら、やっぱりこう、背景のところがちょっと飛びそうになっているので、ハイライトの部分を押さえてもいいんですけど、このダイナミックレンジの方が押さえた方が結構うまいこといくことが多いので、このダイナミックレンジをちょっと押さえていきます。で、ハイライトは逆にね、上げていただいてもいいと思いますよ。はい、明るさも上げて。で、ダイナミックレンジ落としておこうかな。あとは、まあ、シャドウ部分を少し、これぐらいにしとこうかな。はい、で、ストラクチャーか。ストラクチャーはもうしっかり上げていきたいと思います。そうすると、ちょっとカリッとしたモノクロができると思いますので、このまま OK を押していきます。さあ、なぜモノクロにしたのか、色鉛筆っぽくしたいんじゃないのかっていう話なんですけど、実はですね、フィルターギャラリーを使うって言ったのも、エッジを拾うためにフィルターギャラリーを、使うんですね。じゃあ、このようにモノクロにすることができましたら、ここで画面上のですね、フィルターのところをクリックしていただいて、で、その中のですね、このフィルターギャラリーをクリックします。はい。で、フィルターギャラリークリックしていただいたらですね、まあ、このようにですね、エッジポリダゼーションとかですね、カットアウトとか、いろいろあるんですけど、これで A っぽくなったねじゃないんですね。ちゃんと、ここで、何を使うのかというと、表現手法っていうところです。ここのエッジを交際っていうところがあるので、このエッジを交際します。そうすると、このようにですね、エッジだけがこのように白くなると思いますので、このまま OK をします。あとは、まあ、一応ですね、右側のこのエッジの幅であったりとか、明るさであったりとか、滑らかさっていうのも調整していただいたらいいと思います。これ画像によって違うんで、一応今回は8、15になっています。はい。ちょっとエッジ、まあいいか。はい、これで OK をします。はい。そうするとですね、まあ、このように白黒がエッジだけになった、エッジの部分が白くなってっていう形になったと思います。で、次にですね、階調を反転する必要があるので、コントロールと I をします。I。はい。さあ、そうするとこのようになります。Mac の方はコマンドと I ですね。はい。じゃあ、この状態で何をするのかというとですね、先ほどのおまとめレイヤーあったじゃないですか。これをですね、もうこのまま上に持っていきます。ピッて。うん。上に持っていただいて、で、これをですね、カラーで乗せていきます。通常からカラーに変更します。はい。そうするとですね、このような柔らかい絵に、することができます。で、少しですね、ザラザラが目立つなーっていうのであればですね、ここ、シルバーエクスプロ2のところをクリックしていただいて、で、画面上のフィルターからですね、ぼかしの中にあります、ぼかし表面ってやつを使います。はい、ぼかし表面を使っていただくとですね、このように、エッジの部分は残して、このように、周りの部分はぼかすことができます。半径は10、色位置は20前後でいけると思います。まあ、これはちょっとね、画像によって違うんですけど、またこれもやってみてください。さあ、そうするとですね、まあ、このような感じで、ちょっとね、A っぽく仕上げることができたんじゃないかなと思います。だから操作的にはそんなに難しくないと思いますし、あとこの線のところも黒く塗る必要はあるかもしれないんですけど、あと部分的に選んで、色追加して着色してみていただいてもいいと思いますし、いろいろですね、まあ、色塗りテイストみたいな感じでやっていただいてもいいと思います。今回はこのランタン使いましたけど、例えば、南京町やったらこんな画像とかも、作ることができます。これもですね、同じように、モノクロにしていただいて、で、フィルターギャラリーの、何やったっけ、エッジを押さえたっけ、やってもらって、反転して、
上に、カラーを乗せてるだけっていう形になりますので、またね面白い絵っていうのができると思うので、皆さんもやっていただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、で最後にですね、4月からですね、フォトショップの教室っていうのが始まります。で、いや大阪に住んでないしっていう方もいらっしゃると思うんですよね。YouTube で勉強させていただいてるからいいですっていう方もいらっしゃると思うんですけど、一応ですね、月6ヶ月スパンでですね、毎月ですね、まあ 10枚ぐらいのですね、教材をですね、テキストと動画をですね、毎月ご自宅の方に送るっていうことで、まあ、このような、教材の未発送っていうのもやってるんですよ。なんでどんな内容なのかっていうとですね、一応3つのコースがあって、初級コースと中級コースと研究会コースとクリエイティブコースっていうのがあるんですね。で YouTube ご覧の方って結構大阪じゃなくていろんなところが多いと思うので、例えば中級コース結構勉強してるよって方は中級コースの、教材だけ送ってくれっていうこともできます。はい、料金体系もこんな感じです。なんで教材のみ発送の方はですね、ライブ配信はなしです。だからお家で待っといてください、教材届くのっていう感じです、毎月ね。で、通常の方はですね、ライブ配信もします。なので、ご自宅でですね、パソコンに URL が届くので、それをポチッと押してもらったら YouTube のライブ配信をずっとやってるという状態になっています。なのでこの通常の方はですね、会場の方に、来ることもできます。あとブルーレイっていうのはですね、もうこの通常にブルーレイがついただけの話です。料金はこんな感じになってます。これ6ヶ月分の料金になっています。はい、で申し込み方法ですけど、下の概要欄にも書いてますけど、こちらで PST フォトって検索していただいたら僕のホームページが出てくると思いますので、そのこのバナーをクリックしていただいたら結構です。まあ、ここの、お申し込みフォームからですね、このように登録していただいたらいいと思います。なんでここですね、初級コース、中級コース、クリエイティブコース選んでいただいて、で、通常コースなのか、もしくは教材のみ発送なのかっていうのもですね、選んでいただいて登録していただくだけでございますので、もしよかったらですね、登録していただいたらいいかなと思います。またね、いろんなレタッチ、面白いレタッチがありましたら、ここでご紹介させていただきたいと思いますし、その作り方をですね、よりじっくりと、こういう場合はこうした方がいいよ、このエッジの部分はこうした方がいいよっていうようにですね、細かくご紹介しているのが、Photoshop 教室なので、教室の方もですね、ご検討いただければいいかなと思います。はい、そんな感じで終わっていきます。さよなら。